ックが全然上品だ。あのさ、はい、本当にやったことなかったの。車の話出張坂戸店のオーナーです。はい、始まりました。なんと、はい、今回はですね、チーム東洋タイヤズドリフトの藤野秀幸選手にお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕ドリフトやったことないんですよ、藤野さん。もうなかなかこう車を滑らせてどうこうっていうのをしたことがなくて、ちょっとせっかくこの機会なので、あまりにも恐れ多いんですけれども、ぜひご指導していただけないかなと思いまして。多分普段ある程度実車でもゲームでもやってるってことは意外とできるかも。藤野さんプレッシャーかけるタイプですか、もしかして。まあでもね、はい、意外とコツが分かれば意外と簡単にこう、はい、ね、例えばまあ今日は円から始めたいかなと思うんだけど、はい、多分コツをつかんだらすぐできる。イメージは、はい、例えばじゃあ円かきから始まりますってなったら、うん、自分で円の大きさをイメージしてほしい。このくらいの円を描きたいなっていう、まずイメージしてもらって、はい、それがラインだと思って、はい、それを目線で追うような形でそこでアクセルで合わせていけば意外と簡単。うん、ちっちゃい方がやりやすいんですか、それとも大きい方がやりやすいとかっていうのもあるんですか。最初のうちは意外とカウンターを当てたりとかできなくて、ちっちゃい円になりがちな。あ、そうなんですね。でそこから徐々に徐々に今度は大きい円にしていった方が、ちょっと動きの方が難しい。はい、あ、そうなんですね。じゃあまずはどうしよう、一回自分が軽く乗って、はい、ですぐ交代してこんな感じっていう、はい、お願いします。いいですよね。はい、はい、じゃあそんな形で、はいはい、まあ、一番簡単な方法で言ったら、はい、回転数をまず上げて、はい、まあ、5000回転ぐらいでいいかな。はい、そしたらクラッチいきますよ、はい、クラッチを、これで、はい、この大きさの円ってなったら、この円に対してこう目線を打っていく。円に対して目線を。そう、要は自分がイメージしてる円を作って、はい、イメージしてそれをこう目で追うような形でやったら、はい、例えばグリップ走行でも何でもそうだと思うんですけど、はい、絶対目でラインを追っていくじゃないですか。はい、それと同じような雰囲気で自分の中で円をイメージして、はい、でしっかりその円をイメージした円に対して沿ってアクセル合わせていくみたいな。はいはい、あ、これ止めて、はい、で5000ぐらいで大体5000でも6000でもこの辺ぐらいで、はい、というか全然上手じゃん。これ絶対やったことないとか言って嘘でしょ。いや嘘じゃないです。本当に？はい。まあ、でもゲームではやっぱりやったことがあるので、なんとなくそのスライドしたらアクセル踏んだらいいのかどうかっていうのは、これだけできたら逆に言ったら俺教える必要あったっていうぐらい上手だよ。マジですか？もうちょっとさ、少しなんか俺できないからスタートしてもらいたかったな。もう。OK だと思います。もう定常円は合格で、はい。あ、ありがとうございます。もうすでに合格で。このまま8の字やってみる？やります。これはもうステアリングとアクセルだけでやる感じですか？ステアリングとアクセルだけで。行きたい方向に対してアクセルを踏みながら返していれば、例えばブーンブーンブーンってきたら、ブーンってこうアクセルで返してあげれば、はい、ちょっとアクセル抜いて返してあげれば、返せるんで。多分あれだけできれば多分できるような気がする。ちょっとやってみようよ。できなかったら交代するから。わかりました。じゃあちょっとまずやってみたいと思います。うん、じゃあ次のこの左から行きたいと思います。うん、はい。ああ、ダメだ。なんでクラッチ切っちゃった今。もう一回だけちょっと、多分見たらすぐできる。お願いします。じゃあ行きますね。まず一周して、はい、たら、はい、このままこういったら、ちょっと遠いから難しいかも。急激に行くよりもラインでこう、ちょっと大きく円を描いてあげる。はいはい、目線
前回パイロン見ちゃってるから、パイロン見てパイロンで返そうと思ったら、こう一気に来ちゃうから、はいはい、パイロンの周りを大きく回ってくるようなイメージですから、完全にパイロン見てました、うん、 そう、はい、それが一番大事なのが目線、はい、パイロンっていうよりももう次に、そう、パイロンの、パイロンがこう立ってるとしたら、はい、こうドリフトしてきた時にパイロン見ちゃうでしょ、はい、イメージはこうドリフトしてきた時にイメージ的にはパイロンの裏側をクリップとして見るぐらいのイメージで、あー、なるほどなるほど、覗いてみるようなイメージで見たら、はい、自然とこっちから大きい円回、まずはじゃあ1回描いてから大きくやる感じですね。そう、パイロンの裏側がクリップぐらいのイメージで、はい、そう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 、で反対側も一緒、そう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 、まいじゃん、そういうことか、ああでも分かりました、分かんない、ね、その綺麗かどうか置いといて、いやいやめちゃめちゃ綺麗だよ、ただこう車の挙動が楽になったでしょ、楽ですね、うん、やめて、おお、ぴったりだね、あ、やばい、でもまたやっぱり無意識になってやっちゃいます、ね、いや、でも合格じゃない、マジっすか、あのさ、はい、本当にやったことなかったのって感じ、はい、うん、めちゃ上手だった、ありがとうございます、てか教えるのがすごい楽だったね、本当だったら、はい、いやそうじゃなくてとか、いろんなもっとアクセル踏むんだよとか、離しちゃダメとかっていう操作を教えなくちゃいけないんだけど、はい、山中君の場合は、はい、え、本当にやったことあるのみたいな、はい、ぐらい行きたい方向に対してアクセルでちゃんと合わせたから、はい、まあ、めちゃめちゃお上手でした、ありがとうございます、ということでスペシャルサンクス藤野さんでした、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、リファン頑張ってください、はい、中古車買取ホット車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索、車のことならアヘッド、ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら、そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで、はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、おー、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています、まあ、今もね、塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。